来の皆様、今聞いていただきました声は、安倍晋三礼夫人、安倍昭恵礼夫人が、小野田桐候補を応援にかけてきた声であります。小野田桐候補、そしてその候補に、安倍昭恵総理夫人がお祈りでございます。なぜなら、この岡山選挙区、とっても大切だから、そしてとっても厳しいからでございます。地方創生、アベノミクス、そして、一億総額なく、この岡山の中身からやろうじゃありませんか、平井からやろうじゃありませんか、そのための小野田君、小野田君でございます。小野田君候補の後方に安倍昭恵総理夫人がお乗りでございます。どうか皆様、よろしくお願いいたします。平井の皆様、お騒がせしております。小野田君候補が、今、山陽電熱工業の皆様の、おわし、お膝元、左の皆様によろしくお願いいたします。山陽電鉄の皆さん、今この瞬間仕事の手を止めて小野田君の選挙カーの到着を待っていてくださいまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。本日は我が国のファーストレディー内閣総理大臣安倍晋三先生の奥様昭恵夫人も小野田君の選挙カーに応援に駆けつけてくださいました。それではこの山陽電鉄さんの一角をお借りしまして、小野田君の応援演説会を開催させていただきたいと思います。まずはじめにおなじみ衆議院議員の山下隆先生、お願いをいたします。山陽電鉄工業前ご参集の皆様、本当にありがとうございます。お忙しい中手を止めていただきました。皆様のおかげで衆議院議員として2期目の命をいただきました山下でございます。冬の最中、皆様に手を握っていただいて、私は議員としての命を吹き込まれました。そして今日、夏の暑い最中ではありますが、小野田さんの手を握りしめ、小野田さんに政治の命をいただきたいんです。今岡山は本当に厳しい選挙、小野田さん戦っております。しかしこの選挙区で負けるわけにはいかないんです。だからこそ今皆様の手を両手で握っていただいている安倍晋三総理米夫人である安倍昭恵夫人が来てくださったんです。これは安倍晋三総理直々のご依頼だそうです。岡山選挙区はとても大事だ。岡山でも岡山選挙区がとても厳しい。だからこそ来てください。そういうことでここ来ていただいたんです。そして中でもとりわけ、この平井が大事なんです。この中区が大事なんです。なぜなら地方創生、それはこの岡山からやらなきゃいけない、その中心の中区からやらなきゃいけないんです。そして女性活躍も、この小野田さんが代表選手として岡山から候補で出てきました。その女性活躍の象徴的な選挙区であります。もともとは枝田さつきさんと戦うという候補、多くの人が尻込みする中で小野田さんが手を挙げて、いや頑張ると言ってくれました。女性活躍をこの岡山からやらなければならないんです。そのために小野田さん負けるわけにはいかないんです。でも小野田さん一人では岡山選挙区で一票しかありません。皆様が小野田さんを勝たしてくれるんです。どうか小野田さんを手を握ったその手で小野田と書いてください。そして電話で小野田を頼むと、この前よく来たけどよかったぞと言ってやってください。それは皆さんが、そして皆さんのお子さんたちが後悔しないためなんです。今 EU では大変なことになってます。イギリスが EU を離脱する、そんな選挙結果が出ました。しかし本当にイギリス人は後悔してるんです。もう一回やり直してくれと言ってます。うっかり脱退に入れてしまった。あるいは、うっかり選挙に行きませんでした。それで脱退派が多数派を占めていたんです。でも、やり直しは効かないんです。この選挙も、本当にやり直しが効かない。そういう中で、皆様には、確かな一票を入れていただきたいんです。どうか、皆様、その、小野田さんと、そして、安倍総理夫人の手を握った手で、小野田をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
ただいま、小野田君候補者と、そして我が国のファーストレディが皆さんと握手して回っておりますけれども、候補者、ちょっとこちらの方へ、すいません、まだ皆さん回れてないかもしれませんが、昭恵夫人の方がすいません。すいません。それでは昭恵夫人よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。安倍晋三の家内でございます。本日はお忙しい中、小野田君候補の応援のためにお仕事の手を休めてお集まりをいただきましたことを私からも厚く御礼を申し上げます。今日は小野田君候補が、厳しい戦いをしているので、代わりに行ってきてくれということで主人から頼まれて応援に来させていただきました。小野田さんは東京で区議会議員を任期され、そしてこの育った岡山県のために恩返しをしたいという思いで帰ってこられ、大きな挑戦をされておられます。安倍政権は女性活躍、そして地方創生に力を入れているところです。どうかこの小野田君さんの若い力、そして女性の視点を入れたこの政策を、この候補をどうか押し上げていただき、この国のため、そしてこの地域のために活躍をさせていただきたいと思います。必ずこの地域のために皆さんがこの候補を応援してよかったと思われるような働きをしてくださると、私は今日ずっと一緒にいて確信をしているところでございます。そして皆さんにどうかこの若い候補を立派な立派な政治家に育てていただきたいと思います。安倍政権にとって必要な候補だと思います。7月10日には必ず当選を果たさせていただきます。心入りお願いを申し上げます。そして主人も今一生懸命この国のため、世界のためにも頑張っています。どうかご理解をいただきまして、この自公連立政権、安倍政権にもご支援を賜りますよう合わせてお願いを申し上げるところでございます。小野田君さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお待たせをいたしました。小野田君候補の思いを聞いてください。皆様こんにちは。お仕事お忙しい中、こうしてお時間をいただいて本当にありがとうございます。小野田君、参議院選挙7日目真っ只中、岡山選挙区、岡山県全体で一人しか当選できないという戦いを今しております。私自身は旧奥軍奥町無事あるという、よそからは私を紹介するときにこの子ど田舎の出身ですと言われる、外からは限界集落と言われる村の出身です。しかし外から限界と言われても、私たちの村の人間は自分たちの村が限界だと思っていません。必死に過疎化と戦い、空き家を回復して、少しでも人に住んでもらおう、畑耕作放棄地耕して、みんなに農業をやってもらおう、亡くなったお祭り復活させよう、いろんなふうに汗をかいていらっしゃいます。そしてそれは私の村だけではなくて、岡山全県でそういう地域がある。同じくお仕事もそうです。日本の景気がこれから危ないじゃないか、まだ暗いんじゃないかと思っている人たちもまだいる。でもそんな中で、そんなことはないと、私たちの産業、私たちの工業、私たちの仕事は私たちが守って次につないでいくんだという力強い思いのもと、皆さん日々汗を流されている。その汗が報われないなんてことがあってはいけない。政治は皆様の笑顔を守り、そして未来に希望を持ってもらって今を頑張ってもらうためのものです。社会保障、教育、司法創生、産業、工業、すべての問題をしっかりとアベノミクスを前進させ、経済を回復させていく中で、その景気が回復して税収が上がった富をそれぞれの投資に使い、日本の未来を必ず明るくしていく。そのために安倍総理はどんなバッシングを受けても、どんな支持率が下がっても、信じてくださる皆様に支えられて今仕事をしてくださっています。止めるわけにはいかない。やっと来た日本の夜明け、ここで止めさせないでください。後ろに下がらないための力を、誰かを倒すためではなくて、日本と皆様の笑顔とこの岡山県を守る力を私にください。選挙区小野田君、そして比例区は自民党、公明党、
それぞれの先生方一人も落とさないようにぜひどうぞ皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。小野田君候補の熱い思いを聞いていただきました。ありがとうございました。それではこの山陽電熱様の一角をお借りしまして最後に高戸常務の温度で頑張ろうコールを取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。最後に、頑張ろうコールで締めたいと思います。小野田君さん、未来に本気、足幅は肩幅、よろしいですか準備。はい、頑張ろう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 、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。貴重なお時間をいただきありがとうございました。皆様からいただいた笑顔、5,000円、いろんなものをしっかりと抱えて今度はお礼を言いに帰ってこられるように、そして皆様がこうしろああしろ、地域のためにはこれが必要だと、そういったお声をしっかりと伺えるように、小野田君、この戦い全身全霊で戦ってまいります。なんか喉も腰もボロボロでしたけど元気になりました。ありがとうございます。行ってきます。